今日はなんかもうお忙しいところ、うん、ありがとうございます。ちょっとそれが、はい、ずっと続いてて、でそうですね、ワークパンツから始まって、はい、ワークタックが、ツータックパンツが来て、でポストマン、ポストマン、そうですね、スニーカーからちょっとこうブーツに移行してた、うん、そうだよね、で結構やったそうですね、やりましたね、だよね、やって、で、ポストマンっていうのが焦点が当たって、うん、っていううちの流れから来て、うん、うち的にはちょっとこう、まあ、分析はしてないけども、まあ、でも流れてきたら、スータックで機械やその森が集まるようになってもらって、はい、どう見てもその目の前に並んでる靴のラインナップを見ると、フィフティーズ的な。そうですね、そうですね、テイストを年代で分けるとやっぱフィフティーズ、今こんなような感じだね、なんでラインナップですもんね、なんか連想されるのかな、そう、で、うち的にはその去年からずっとサブルがやりたくて、はいはいはい、ただまあうちはまあそのリーガルって日本のブランドじゃないですか、うん、でうち的にはまあアメリカパライブルっていうのがコンセプトの一つであるので、はいはいはい、アメリカのブランドでなんか現存するやついいのないかなってずっと探してて、本当ならば去年やりたかったんだけど、はい、なかなかなくて、いいのがね。で、やっと見つけたんです、このタイミングで。そうです。この間の買い付けで。いや、これは、もう前にオーダーしてあった、もう去年にオーダーしてあったんだけどね。結局生産するのに時間がかかるっていうので、そうです。で、やっとまあ入ってきてたと。なるほどね。そうです。だまあ、僕的に捉えてるのは、はい、そのポストマンっていうか、ポストマンの、ポストマンで変な言い方だけど、その、まあ、ある程度みんなスタンダードな黒、ブラックアッパーのレザーシューズを、多分、うちのお客さんないし、その大輔が、携わる雑誌を読んでるような読者の方は、おそらく、だいぶ定着してる、定着してるかなと思うんですね。そこからまたね。そうです。いいの。あのワンステップ上に上がるとしたら、うんうん、サドルが面白いかなというのと、あとはこのウィングチップっていうのいいかなと思ってる。マーチンの？うんうんうん、これはマーチンですね。ちょっと入りやすく。あいいよ、これもね。うん。まあ手頃な値段で。うん、そうだね。そうです。手が出しやすい値段で。はい。まあ、さっき言ったようにフィフティーズスタイルって言ってて、あのそうですね、実際そのスタイリングとかでも結構フィフティーズっていうのはまあ多いし、やっぱ気になりますよね。やっぱなります、なっちゃいますよ、やっぱ気になっちゃいますね、やっぱなっちゃいますね、なっちゃいますね、なんかやっぱり、まあ、この間2タックとかもあるけど、うん、ちょっとペーパーの引いたパンツとか、ちょっと前にさ、クロックのパンツだったら流行ってた、ちょっと前でも多いけど、やっぱりクロックのから、フルレングスよりもちょっと首丈ぐらいのペーパーの効いたパンツとか、はいはいはい、ちょい短のね、ちょい短のちょっとなんか細めのやつとか、撮影でも入ってたよね、入ってましたね、それは。まあ、今日もね、あれもちょっとタックが入ってたとか、ステージ的には結構フィフティーズ、そうだね、そうだね、いろいろ、現代的な解釈のフィフティーズとかね。でそこで中村さん、うちのちょっと大好きに見てもらいたいのが、この辺がなんかそれ最近のなるほど、ね、ワークものだけど、ちょっとこの別注なの、ベッドキャップ別注で、はいはいはい、あのうちとしては馴染みのあるワークブランドを使ってあのツートーンに仕上げてみたっていう、はい、そうです、クエアカットの、そうです、黒のフラットとエリア、そうです、そこ、あと気になるのがスイングトップ、うん、ドリゼラーっぽい感じかな、うん、でこれもまあ70年代のベッドストックを見つけてきて、うん、はい、あのパウエルとか、うん、ボンズブリゲードの、はいはい、あのプリントが入った、うん、あのスイングとブルーノ の、うんうん、これが一応ボディに使われたものなんだけど、そう同じメーカーのものなんですけど、
またいいかなと思って、これはデッドストックで、そうです、見つけてきたもんなんだけどっていう、うん、だなんかこういうの辺のアイテムを使って、はい、そのフィフティーズ現代版版解釈のフィフティーズライクなスタイルをちょっとこう、まあ、提案していきたいなっていうのがあって、そうですね、ちょっと大輔に、はい、今回のウェブマガジンとして、はい、今のアスウェブマガジンとして、はい、と特集、はい、を やりたいなスタイリングをお願いしたい、スタイリングをお願いしたい、あ、なるほどね、そうですね、そうなんですね、はい、強引に友達だからやってもらっちゃうみたいなそういう企画、そういう企画ね、そうでも